こんにちはソニーの八島です。今日は PI レンダラーと呼ばれる論文について紹介していきたいと思います。本使用中に登場する画像や図表は別途記載があるもの以外は全て論文中のものとなっています。まずは論文の概要について説明していきたいと思います。繰り返しになりますが、今回説明する論文は PI レンダラー・コントローラブル・ポートレイ・イメージ・ジェネレーション・ a n セマンティック・ニューラル・レンダリングとなっています。 北京大学およびテンセントの研究者による論文となっています。この論文のポイントは次のようになっています。3DMM、すなわち 3D モーファブルモデル、これを利用することで、よりコントロール性を向上させたフェイスリナクトメント、つまり顔動作転移を実現しています。動かしたい顔であるソース画像、そしてそれに対してこのような動作を与えたいというリファレンス動画、これらをモデルに与えることで、ソース画像をリファレンスの動き通りに動かすことができます。 この際にこの手法では 3DMM の係数を用いて転移をしたい動作を効果的に表現するようになっていますこれにより任意の顔画像に対し柔軟に姿勢や表情を変化することが可能となっていますここからは論文のポイントについてこの4つの観点から見ていきたいと思います取り組んだ問題と背景です冒頭でも述べたように 3DMM を利用した新たなフェイスリナクトメントモデルの提案となっています フェイスリナクトメントとは、右の図、こちらですね。これにもあるように、人物 A の顔画像を人物 B の顔の動き通りに動かす動作転移技術のことを指します。端的に言えば、任意の顔画像の動作や表情をコントロールすることができる技術です。また、3DMM とは、さまざまな個人や表情を変化可能な形で表現した人間の顔の 3D モデルであり、本論文で利用している 3DMM では、下記のような式を用いて人間の顔を表現します。 この式において α や β を変化させることで右下にあるような様々な表情を表現することができます。この 3Dmm の係数の一部がモデルへの入力となります。関連研究や既存手法についてです。ここでは簡単によく似た手法を紹介していきます。本手法はイメージ a イメージトランスレーションにワープを組み合わせた手法と見なすことができます。これは X2Face や MonkeyNet、そしてその後継のファーストオーダーモーションモデルなどでも利用されていた手法です。 これらはワープの際に何をヒントとするかがポイントとなっていました。モンキーネットおよびファーストオーダーモーションモデルでは画像から検出したキーポイントをヒントとしてワープを行っていましたが、本手法では 3DMM をヒントとしてワープを行っています。提案手法について見ていきましょう。本手法ではこのようなモデル構造が提案されています。このモデルは3つのネットワークから構成されており、入力となる 3DMM のデータを潜在変数に変換するマッピングネットワークと、 もう一つの入力となる画像を受け取るワーピングネットワーク、そして最終的な出力を生成するエディティングネットワークが存在します。ワーピングネットワークとエディティングネットワークはその名の通り、潜在変数の情報をもとに入力画像をワープさせ、そしてそれによって得た画像を編集、リファインさせて、リアルな生成画像を作り出す役目を持っています。ここでマッピングネットワークが受け取る 3DMM の係数は個人性を表現するものを除いたものとなっており、 これにより個人に依存しない変換を学習することができます。すなわち、推論時に任意の人物間でのリナクトメントを容易にします。有効性の確認のため、本論文ではフェイスリナクトメントでよく用いられる2種類のタスクにおいて評価を行いました。そのタスクの詳細についてはパート2で詳しく説明することにし、ここでは結果について簡単に紹介します。上では、静止画の結果のみ載せていますが、これはソース画像。 こち,らですね、こちらのソース画像がこのターゲットこの姿勢表情に変化していれば良いと考えられます結果を見てみると提案手法が既存手法に比べよりリアルで不自然さの少ない生成結果となっていると言えますまた定量評価の結果2つのうち1つのタスクでは既存手法の方が良い結果となっているケースもあるものの別の人物を動かすタスクであるクロスアイデンティティーモーション・イミテーションでは全ての指標で 提案手法が既存手法を上回る結果となっていますさらにアプリケーション的観点からは既存手法と比較した際の本手法のコントロール性の高さも特筆すべきですこれは冒頭にも載せた例ですが姿勢のみまたは表情のみを変化させることが容易であることも既存手法と比べ優れている点ですここまでが概要編となります論文の詳しい内容に関してはパート2をご覧ください ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。